今までと同じだとでも思ったか。油断するなよ。よく来たな。道中大変だっただろう。ずっと見ていた。冥界に引き込んでからずっと。まあ、君たちを見ていたずっとなんて、私がこの混沌の牢獄に閉じ込められているずっとに比べたら、ほんの一瞬なのだけれど。あまたの亡者を現世から冥界に引き込む。食物連鎖の最底辺であがきながらどう這い上がるか、どう生きてどう死ぬかを見届ける。そして運よく勝ち抜いて門を開き、ここまでたどり着いた強い命を刈り取る。ああ楽しい。この混沌の牢獄からどこへも行けない私にとっては唯一の楽しみなんだ。その中でもクオン、とりわけ君は楽しかった。立ちはだかる妖魔獣人たちをことごとく退け、なんとまあ死神王をも全て殺してしまうなんてね。数万、いや数億年、それとも数億年かな。ずいぶんこの遊びを続けているけれど、ここまで戻ってくるものは本当に久しぶりだよ。なんだなんだ、命をもてあそぶなとかそういうことを言いたいのかな。君は何も言わないみたいだからわかんないけど、君は、君たちは、いくつもの命を犠牲にして強くなり、ここまで来た。命を終えるたびに、新しい命へと取り替えて。君が聞く耳も、語る言葉も持たず、にべもなく他の命を奪い、何度も理不尽に命を落とし、新たな命を得て立ち上がる様は、実に気分が良かった。生き残りやすくなったろう。新しいスキルで。楽しくなかったかい？死ぬたびに強くなることを。楽しみにならなかったかい？次に死ぬ時が。だんだんと、だんだんと、だんだんと変わっていったその姿。私はずっと見ていたよ。ちゃんと慈しみ続けられていたかい？ずっと大切にし続けられていたかい？このちっぽけな命を。君の心を。さあ、もっと、そうそう、君は聞く耳も語る言葉も持ち合わせちゃいなかったんだったね。ここまでの話だって果たして君にはちゃんと伝わって理解してもらっているのかな。もしも君が、君たちがこの旅路をいつの間にかある種の娯楽のように楽しんでいたのなら、いつの間にかある種の作業のように考えていたのなら、果たしてこの私と君たちとに何の違いがあるのかな。教えてほしいものだよ。違いがあるのなら、まあ君たちのことは私にとってはどうでもいいんだ。そんなどうでもいいことよりも、君がそうまでして現世に戻ろうとする理由は何だろう。君のその執念の原動力は一体何なのかな。
わからないな、私には。本当に君は楽しいね。さて、このままおしゃべりを続けるのも悪くないけど、それで君の寿命が尽きたりしちゃ台無しだ。最後に君のその強い命を刈り取ることで、この楽しみの締めくくりとさせてもらうね。ありがとう、クオン。本当に楽しかった。この調子でぜひ最後まで楽しませておくれ。そして君もぜひ楽しんでいってくれたまえ。冥界での死闘の果てに現世と舞い戻り、かつての住処に戻ってきたクオン。しかし、死と復活を繰り返し、幾多の魂を取り込んで変わってしまったクオンに残っていたのは、ただこの場所に戻らねばならないという衝動のみ。自分が一体何者であったのか、一体何のためにここに戻りたかったのか、目の前の生き物が一体誰なのか、クオンはもう何一つ思い出せなかった。もはや理由もわからぬまま現世にたどり着いてしまった化け物に残ったのは、冥界の妖魔としての暴力衝動のみ。化け物はその衝動に突き動かされるまま、目の前の餌に食らいついた。